週にはは、香港の政治運動家。民主派政党、香港収支の創始者の一人として、常務委員などを務めた。自決派。香港では、学民の女神と呼ばれている。2020年11月、BBC が選ぶ、今年の女性100人のうちの一人に選ばれた。2017年まで、イギリス国籍を保有した。両親が彼女の幼少期に申請したためであるが、 イギリス本土に居住したことはなかった。同年香港特別行政区立法会地方選挙に立候補するため放棄した。2012年7月1日、国民教育反対を訴える学民市長のスタッフ。右から2番目の人物が週には2008年課学三小科学校を卒業。2010年10月、香港教育局は道徳。 国民教育の新たなカリキュラムを2012年から翌2013年にかけて小中学校に導入する案を発表、そのための政治協議を2011年に行った。これに対し、民主派学生団体の学民市長は、同カリキュラムの教材が中国共産党と中国政府のナショナリズムを称賛する一方で、共和主義と民主主義を批判する内容となっており、 これを洗脳であるとして反対。この運動は香港政府総部の庁舎前に数千人規模の人々を集めることに成功し、2012年9月8日にカリキュラムの導入を却下させた。当時中学4年生だった週にはは、社会全体の機運の高まりと、中学生も含む大規模な学生運動に関心を持ち、学民市長に参加。運動が終わってから、 広報担当についた。学生ストライキの制約書を記者に示している週には、2014年9月26日撮影。2014年9月26日、学生ストライキを起こす週には、隣は木の切っ先。2014年8月31日、中国全人代常務委員会が2017年の行政長官選挙で、 民主派の立候補を制限する方針を決定した。これに反対するタイアカルテンは10月1日を目途に中間を占拠し、抗議デモを行うと宣言し、同調した修羅ーー学民主長は9月1日に全人代常務委員会副秘書長の李飛が宿泊するワンチャイのホテルまでデモ行進した。9月26日、修は修英安氏ら香港学生連盟と共に、 香港政府庁舎前で抗議デモを実施し、学生ストライキを起こした。これに対し、警官隊が催涙弾を発射するなど衝突が激化したため、タイは計画を前倒しして9月28日に中間選挙デモを実施した。これにより2014年香港反政府デモが勃発、以降州は学民市長のスポークスパーソンとしてデモに参加した。同年、 田さん聖火書院を卒業。2016年、ベトブ制作の娯楽番組、懇ム無人旅行に出演した。県政派議員の南君行と共に、日本へ渡航した。2016年、週にはは、ラガン、サトシ、木の切っ先と共に、香港の自決権を掲げる香港州市という政党を創設して、初代副事務局長を務めた。 主席の羅漢層を擁立して立法会選挙への立候補を目指した。2017年6月15日、日本記者クラブで木の木先と共に会見を開いた。2017年6月28日夜、中国共産党の習近平総書記の香港訪問を控えていた。週にははゴールデンバウヒニア広場にあるバウヒニア、ブラケアナゾを黒い布で覆うなどの抗議行動。 ブラック・バウヒニアに参加し、公衆妨害罪で逮捕され、警察署に31時間にわたって拘留された。2018年1月、立法会議員補欠選挙で、香港党選挙区からの出馬の届け出を行うも、自決権に関する投稿料が、香港基本法に違反するとの理由で不受理となった。2019年6月10日、日本記者クラブで単独会見し、6月12日に、 明治大学で講演した。翌13日には、長田町で、令和新選組代表の山本太郎と対談した。2019年6月21日、逃亡犯条例改正に反対する抗議活動に参加。2019年8月30日、6月の逃亡犯、条例改正に反対する抗議活動で、デモ隊が警察本部を包囲したことに関与した疑いで、逮捕された。 2020年6月30日、全人民代表大会常務委員会で、香港国家安全維持法が可決され成立したことを受け、香港州市から脱退することを表明。香港州市自体も同日中に解散を宣言した。2020年8月6日、前年6月の逃亡犯条例改正に反対する、抗議活動で警察本部を包囲する、 違法集会を煽動した罪などに問われた裁判で、香港の裁判所は、有罪判決を言い渡した。2020年8月10日、王保の自宅で、国家安全法違反の疑いで逮捕される、週には24時間以上身柄の交流を受けた後、週にはは8月11日の夜に2万元の現金と18万円の保釈金で、王保警察署を離れることを許可された。なお、 州のパスポートは押収された。2020年8月10日、香港国家安全維持法違反容疑で逮捕された。香港北東部の警察署で拘束されていたが、11日、深夜に保釈。河野喫茶キラが出迎えた。保釈後、州にはは、政治的な目的による摘発で馬鹿げていると当局の対応を批判した。クラシック音楽を好み。 小中学生の時期は吹奏楽部でフルートを担当した。日本のアイドルアニメが好きで、本人はオタクを辞任している。アニメを見て覚えた日本語での会話も行うほか、ツイッターで日本語での情報発信もしている。日本の芸能人にも関心が高く、モーニング娘。の香港公演に行ったこと、有吉弘之や YouTuber のはじめ社長が好きであることを明らかにしている。 また、2020年8月10日に逮捕された後、11日、深夜に保釈された時は、不協和音の歌手が頭に浮かんだと述べた。同じ香港出身のアグネスちゃんについては、親中派で、雨川さ運動にも偏見があるようなので好きにはなれない。英語名が似ているのが嫌なので何とかしたいと述べている。ありがとうございます。